はい皆さん、こんにちは。こんばんは。国を晴らす男、国春です。えー、っとですね、国春チャンネルの方ではですね、<laughs> <あの> <laughs> まあ、あの結構大きなお話をしていってるんですけれども、あのえー、今あ、自分の人生を生きるためのハリー塾、あー学習塾、ハリー塾ですね、えー、小学校高,な、まあ、高学年から、まあ、小3、まあそうですね、高学年から、えー、中学、中高生。 対象にあの、まあ、そもそものところを大切にする、えー、あの塾を開いてますので、えー、ぜひですね、無料1日体験の方、参加してみたいという方は、えー、概要欄、えー、もしくはですね概要欄の公式 LINE からメッセージください。やり方がわからない方は、ホームページでメールアドレスとか、Facebook とかでご連絡いただければと思います。 えー、今日はですね、どういう話をするかっていうことで言うと、あのえー、この間あの、えー、参政党のあの参院選に出た同窓会があったと、えー、いうことでですね、で、まあ、えー、久しぶりにですね <laughs>、まああの、アドバイスをいただいたわけですね。で、えー それはもう僕にとっては非常にありがたいことだったんですが、えー、その時にですねあの言われた言葉はなんかこう人間性は良いと思うんだが、えー、ちょっとこう何、うん、て言うんですかねコツコツ、えー、やっていってる感じがしないって言われたんですね。<laughs> で、えー その辺はですね、すごい僕も思うところがあって。で、えー、紹介させていただいたのがですね、あのー、稲森和夫さんの生き方っていう本だったんですね。で、私、あの、稲森さんは、あのー、まあ、ね、JAL 再建とか仏教とか、何冊か本を読んだことがあって、あまあ、こんな感じかなってな、なんとなく分かってたんですよ。ね、アメバ式系とかの本とかも読んだことあるし。 で知ったかでいたんですけどもあの知ったつもりでいたんですけどもこの「生き方」っていう本をです、ね、読んだらそうだったのかっていう、ね、気づきがたくさんありましたので、まあ、ちょっとそういう話をご紹介したいなというふうに思いました、えーまあ、よく言われる話なんですけどもあの、まあ、一つ目はですね「この生き方で」あの「で考え方×情熱×能力」っていうね うん、まあこれはねあのよく言われる話なんですよ。でこれでパフォーマンスっていうか成功が決まるっていうふうに言われててで考え方がマイナスな人はもう悪の方にいっちゃうんでもっと良くないよねと考え方すごい大事だよねっていう話なんですけど、えー、2つちょっとピックアップしたのがあります自分から前向きにっていう話と、まあ、コツコツと工夫をし続けるっていう話ですね。 であの私、稲森さんのそのいわゆる鹿児島大の工学部出てからのその京セラ企業までのいきさつって全然知らなかったんですよ。で、あのこれがすごいちゃんと書いてあって、もうすごいびっくりしたんですねで。何びっくりしたかっていうと、あのすごいなんか、うん、就職もあんまうまくいかなくて、まあ、それこそ、あの、<laughs> えー、 ね、893の方々の,方の事務所に行こうかと思ったぐらいだったと。で、えー、それで、<laughs> あのーでえーまあ、なんとかあの中小企業のメーカーに勤めたんですが、そこはもうすごい給料も支配するかぐらいな、結構もううまくいってないような、ぎりぎりな感じの経営だったと。 でそういう中でその、まあ、みんな愚痴言ってるん,となんだけどもその稲森さんはまあ自分から前向きにですねまあ、これやっていこうと仕事を楽しもうって思ったっていうそのなんかすごい大転換っていうかポイントがあって、うん、で、えー、それでやってったらなんかうまくいきだしたとでそれでえっ、ー、と次の点のコツコツと工夫し続けるっていうことを、まあ、めちゃくちゃやってた方だったと。 いだから、なんかそのすごい技術開発を、あのー、なんかもうアメリカの大企業がなんとか作ったぐらいのものをです、ねそのあのー、田舎なのかな、あの中小企業が作っちゃったって、それは稲森さんの研究の成果だったと、えー、いうことだったんですね。で、その研究成果をもとに、京、えー、セラを作っていたっていう話だったんですよ。 で、その時にあの考えたのは、やっぱこれなんだなっていうのを思ったんですよ。コツコツと工夫し続ける、それぐらいの熱中があるっていう状態。で、そこに神が宿るっていうことを、まあ、稲森さん言ってたんですね。で、これはですね、もう大いに私は結構、まあ、まあ、変に悲劇するつもりは全然ないんですけども、あのー、なんか頭、 その考えが先に行っちゃったりとか、うん、できる人っていうのは、その目の前のその一つ一つになかなか向き合えないんですね。っていうのは、そのこれがどうなるんだろうって先を見ちゃうから。うん。だから、どん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 、うん あの続けられなかったりとかするっていうことがあってだからそういうこう愚直さっていうんですかねで目の前のものに向き合い続けて工夫し続けるみたいなそこがなかなかポイントじゃないかって自分はちょっと思ったんですよね <laughs> であのー、結局ねこの間まあその多動力の話 ね、あの前向きに肯定的に語ったトークがあると思うんですけれども、まあ、私もですね実際そのすごい学びながらなんですねでその指摘を客観的な指摘を受けた時に改めて思ったのはやっぱりこれはあのいろんなことをやりすぎるっていうのはある種の逃げじゃないかとうん。 だ結局言い訳ができちゃうわけじゃないですか。これがうまくいかなかったもこっちがあるとか。ね。そういう部分は <laughs>、良くないなって思ったんですよね。で、まあ今、リモートワークでも、まあまさに、使用的な役割が果たせるっていうのは、まあ一つこれは僕の うーん軸なんでしょうね事務局を担えるっていうのはね。んだけどそれとは違う,こうその徹底的なこの質にこだわるっていうところの軸っていうのを、えー、作っていくっていうことがやっぱりすごい大事なんじゃないのかと、えー、いうことをちょっと思いまして、えー、いろいろですね <laughs> まあそれでちょっとこう勘えー、まあ あいろいろ考えているというか、まあ,あ、方向性を変えていこうかなと思っている、方向性というかあの、アプローチっていうんですかね、考え方を変えていこうかなというふうに思っている、えー、感じですかね、うん。で、まあ、この国春チャンネルは国春チャンネルで <laughs>、まあ,あ、続けていこうとは思うんですが、その、言い訳にならないような形でね、あのやっていこうと思います。うん えー、っていうことですかね。はい。なので、ちょっとそのあたりですね、ちょっとおありながらのお、まあ、日々の過ごし方をしております。えー、ということで、今日はですね、この稲森和夫さんの生き方という本のエッセンスから、えっ、ー、と、まあ,あ、感じたことっていうのを、えー、皆さんにお伝えしてみました。はい。 えー、ということで、まあ、こういう視点からのお話も、どんどんしていくかと思います。えー、みな、皆さんもね、素敵な良い,い一日をお過ごしください。それではまたお目にかかりましょう。国を晴らす男、グリーンハルでした。さよなら。